そう、無理やん。OK。はい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 、うまい。慣れたもんですな。はい。東通路への鍵ってなんだ。ここかな。あ、だった。あ、また汚いね。汚い。お。勝った。どっちかとかあったかな。鍵かかってる？ねじ巻きとカッターって何使うんやろな。まずあの穴にねじ巻き入りそうやから、使ってみっか。ねじ巻き。違うか。三丸一ってどういうことこれ。ちょっとよくわからんな。水の中に何かあるようだがよく見えない。これまた水。水あれかい？バルブ回してこいってこと？うん、わからんな。な、ペットボトルカットする。ああ、箱メガネ、夏！そういうことか。夏へ。昔やったね、そういうのね。いや、全くわからんやろ、これ。なんや、この謎。全くわからんやろ。丸の意味は何よ。マジわかんねえ。なんだ、これ。本当にわかんない。何、何。全くわかんないよ。三、丸、三、丸一。どういうこと？本当にわかんない、これは。これさ、タッチする順番なんじゃねえかな。引き裂くよ。違うか。へえ、あ、わかんねえな。なんだ？三点で穴のことなのかな。あ、入った。二。2回目言います。着眼点が違った。そういうことね。これ動くだろ、絶対これ。動くだろ、これ。動かんな。これ絶対でも動くで、そのうち。これ系あるあるね、急に動き出すっていう。なんかギミック解けたら動き出すって。殺せたのか。嘘だろ。どうなってんだ。なんでだよ、畜生。どうしてロッカーのストーン。物置部屋の鍵。苦しんだのだろう。死に顔が歪んでいる。ミカの時そんな反応しなかったのにね。
これ部屋違くないか。こちらにもう用はないな。部屋がやばいね。右動き出すろうとやってこれ。あれここじゃないんだ、物置部屋どこだ。お、オーマイガー、やばいぞこれは。はい、おぶねー、セーブしとこう。よし、はい、ここか、この次の部屋か、ここかな、違ったら分かんない。当たった。はい、小さな鍵、あの鍵穴かな。あの部屋青くなってて気持ち悪かったな。ここかな、よいしょ、ここでしょ。動き出すんじゃねえかこれ、右。またネジ巻きでも入れんの、入れんの、いつ入れんのかな。よし、今度は何回回すんだろう。ヒントが何もないからね。あ、ミスった。ほら、やっぱりね。ほら、だと思った、だと思った、だと思ったよ。やっぱりね、動くと思った。はい。はい。絶対動くと思ったわ、あれは。でも俺的にもっと言うなら、すべての石像が急に動き出すと思ったけどね。複数の青に当ててみたいなさ。なんもないなってことあるんだ。あれ？これで開いたの？開いたんだ。先生、いやよ、助けて、ちくしょう、おい化け物こっちだ、みんな逃げろ、俺に来るんかーい。でもこれで先生は白かな。先生が青鬼だったらね、青鬼に襲われないよね。いや、もしくは青鬼って結構いろんな種類いるから、別の種類の青鬼の可能性もあるよね。で、手を組んで、この人間たちを食おうって思ってんじゃねえかな。はい。まあ、死んでんのか、まさか。ここ閉めとこう。わら人形で逃げた。やっぱりな。わっ！オーマイガー！で、上行ったら先生がいたから、こっち行こうか。なんもないね。おお！なんかあれよ。開いたわ、え、これどうすればいいんだ、これ。え、もう動かないしな。なんかあるよ、あれ。ん？なんだろう、どうやって行くんだろう。ん？なんだあれ？どうやって行くんだろう？なんかあるんだよな。サイコロの目みたいなのが6。なんかの穴っぽいけどね。なんもないな。あのままだわ。左上に先生がいるけど、先生行ったらやられたから、こっち行きましょうか。
変な形だな。嫌だな。出てきそうなんだけど。よいしょ。なんもないですね。あ、あった。4。4。牢獄？牢獄って何？檻？ん？大牢？大牢、牢で合ってるのかなあれね。読み方。地下大牢かな？これ漢字弱いからね。鍵がかかってるようだ。ここじゃないのか。ちょっとセーブしとこう。あ、びっくりした。懐かしいな、この風景。いや、これ無理だな。おお、出てきすぎでしょ。わあ、やば、放たれたぞ、おい。あの大群が。おい、いなくなってる。怖いから閉めとこう。やば、あの大群やばすぎでしょ。数字で8と書いてある。青白いレンズ、何に使うんだ。8648だね、今のところね。なんだろうね。よいしょ。なんかもうね、青にやってる人はね、わかると思うんだけど、牢屋とかのああいう檻とかはね、閉めておかないと不安なんだよね。それでセーブします。はい、よいしょ。ここなー、なんかできねえ、なんか閉めらんねえのかな。わら人形、ここ無理だよね。数字入力するところも特にねえしな。ちょっと出てみ、あ、うんうんうん、これ扉なんかあるくね？あ、なんかあるね。あるなぁ。ん？何これ？え？五角形でな。1、2、3、4、5。角の数じゃないのこれ。5、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12、1、2、3、4、5、6、7、8、8、12、3、4、5、なんだ、わからんな。下の数も関係ないかもしれない。7ってことないかもしれないな。10より7かもしれないね。1かす、3か、1かすみたいな、3か、ごめんごめん。5、3、12、3、4、5、6、7、8、1、3、8、1、1、3、8、4かな。ちょっと近くじゃないもんね。5、3、8、4か。一番右なんで真ん中くぼんでんだろ。5、3、8、8。ん？なんだ？これマジわからんぞ。ん？何これ、下の数字も謎なんだけどね。五角形とかじゃないの。なんか右から2番目距離だしな。なんなんだろう。一番右四角形だけど、なんで真ん中来てんだろうな。これ難しい、これなんだ、わからんな。え？やるのにプラスっていうのかもしれないね。その左の1個の図形と右の2つのやつを足したみたいな感じかな。なんだこれ、むずっ、マジわかんねえ。え、ちょ、これ初めてヒント使うかも。ヒント使うみたい。初めてヒント使うか、わかんない。いくつかは部屋の形を表しているようにも見えるな。あ、そういうことか。そういうことか。
あ、そういうことか。いや、これすごいわ。わからんかったわ。なるほどね。え、そう、ここの形プラスだもんね。で、ここで見つかったあそこの数は4。これ4なんだわ。で、さっき鬼がたくさんいた、青鬼がたくさんいた檻の上の部屋は四角だったでしょ。真ん中になんか柱が立ってて。最初のなんか最後の6みたいなやつなんだろうっつったのはさ、プラスっていうかなんだ、テトリスみたいな数字だったじゃん。だからこれさ、4、6、8なんだわ。一番最初なんだろう。こんな部屋あったっけ？ないよね。なんだろう。5、4。5、4、6、8ってみっか。5、4、6、8。違う。あんな形の部屋あったかな？五角形の部屋なんかあったっけ？よいしょ。ちなみにここがね、ほら、このさっきの一番右の図形の部屋ですね。なんだろう、五角形あったっけ？そんな部屋。で、五角形の部屋っていうのは表せられないんじゃないかな。マス目で動いてるからさ。なんだろう。なんだろう。一番左側じゃ何なんだろう。ゲーはない、ゲーがないよねとか言っといて。ねえ。え、マジわかんねえんだもんな。まあでもそれも作戦の一つだからね。一つずつ数字を打ち込んでいくってあれなんだけど、そもそも存在しないから0という可能性もある。0、4、6、8。違うじゃない。1、4、6、8。2、4、6、8。何？3、4、6、8。違う。え、ん、むずすぎ。え、4、4、6、8。5は違ったから、6、6、6、4、6、8。何？ 7、4、6。7468。え？ 848。8468。え？嘘？ 9468。あ、扉開いた。え？ 9？ なんで9なんだろう？え、本当にこれわかる人います？え、なんで9なんだろう？図形にも全く関係ないしね。何なんだろう。どこに Q なんてあるんだろう。ちょ、セーブしとこう。わわわ。やべ、やられちまった。セーブしといてよかった。